取りたい2位、取りたい2位。甲子園で草野球、プライドジャパン甲子園大会。本日は甲子園へつながるこの大会、関東大会の決勝戦の模様をお届けします。お相手は埼玉代表、東京グランドスラムさん。あっぱれのスタメンはこちら、ベンチも含めて総力戦です。一方、東京グランドスラムさん、スタメンはこちらです。ご覧の通り、凄まじい野球歴の選手が集まっています。特に先発の佐藤投手、聖光学院時代甲子園にも出場、大学を卒業したばかりの快速右腕です。何やらツーシームは3種類、ストレートも140キロに迫ります。その他カットボール、スライダーも操る、間違いなくスーパービッチャー。先頭守備猿潤、この男の出塁が大きく得点に絡んできますが、出ることができるか。ポンポンと追い込まれ、最後アウトコースキワキワ、球の勢いもさることながら小園のコントロールは素晴らしい。さあ2番徳さん、この人も出塁率の鬼です。相手の嫌がることをする天才です。まずは塁に出たいところ。打ったのは曲がりの小さなツーシームでしょうか、若干甘く入ったところを捉えてきましたが、ライトライナー、いいバッティングです。続く3番ゾエ、そして2アウト1塁から4番コウタさん、追い込んでからもこのアウトロー、最高のボールです。これは手が出ません。この試合、このスライダーとツーシームに非常に苦しめられます。一方、竹俣ゾエバッテリー、強力打線相手にどう配球していくのか。先頭バッター初球から来ました、ストレート打ち上げてショートフライ。続く2番バッター、若干当て逃げの雰囲気のあるバッター最後はボールになるシンカー、うまく振らせて、これで2アウト。さらに続く3番バッターもこのシンカーで三振。この試合、1点を争う投手戦となっていきます。2回表、早めに先制し、竹俣を楽にさせたいところ、先頭バッター高見、まともにまっすぐは来ないだろうと変化球を狙って打っていくも、打ち損じたか、レフトフライ、外からのカットボールでした。続くモンスター澤田に対して、初球ツーシーム、1球目アウトローにカットボール、
素晴らしいコントロール。3球目はストレート、一切無駄球はありません。あの入ったら行かれるため丁寧に投げ込んできた印象です。完璧なピッチング。続く7番海星にもストレート、さらにストレート、最後も高めにストレート。このまっすぐと速い変化球のコンビネーション対応できず、なかなか攻略の糸口が見えず、2回の裏ご覧の通り外野手にとっては一番球が見づらい夕方から夜に変わっていく間の暗がり。センターへフライが上がる、これを田上が見失っているが、球際なんとかキャッチ、ワンヒットワンエラーが命取りになりそうだ。この試合ナイスプレーでした。そして竹俣ゾエバッテリー、フライは危ないかもしれないと今度は低めのボールでゴロを打たせて自らさばく竹俣。緊張感ある展開で試合が進む。3回表とにかくストライク先行できていたので追い込まれる前に打っていこうと思い、打席にはアレパチです。とにかく塁に出たい。初球ツーシーム、ボールの上っ面を叩いてダイヤゴロ、あっさり。2巡目1番バッタージュン、そろそろ捉えていきたい。しかしアウトのカットボールビタビタです。2球目もカットボール、追い込まれ、最後もカットボール、思い切り腕を振ってます。出塁率鬼の順も沈黙。一方竹俣も負けじと3回裏のピッチング、それも必死のプレー。さらに両投手の好投により投手戦が加熱していく。なんとか状況を変えたい。4回表の攻撃は徳さんから。初球外からのスライダーカットボールでしょうか、タイミングは合ってそうですが空振り。2球目も同じようなボールです。一切無駄玉なく追い込んできます。最後はツーシーム、紙一重。3種類あるというツーシーム、徳さん空振りした最後のボール、外に流れていきながらボールの下を振ってます。落ちるツーシーム、スライダーと速度が変わらず、バッターからしたら何なんだってなる球です。素晴らしい投球技術。そして試合は4回の裏、徐々に動き始めます。準備でーす。よいしょー、フラフラ超上がった打球、レフトかもしい、懸命のダッシュ、そして球際の強さ、ナイスプレー。さあ5回の表の攻撃、先ほどのカモシのプレーがチームに流れを持ってきました。ワンアウトから打席にはモンスター澤田。ついにスコアリングポジションにランナーを置きました。それにしても今の澤田のバッティング、完璧なアウトローのカットボール、
これを鬼先っぽで捉えていく。これでセンターオーバーだからやってられません。しかし続く海星、うまく打つもレフト、いいポジショニング、ツーアウト二塁。いろんな意味で恐怖の下位打線、流れを持ってきたカモシ、フルカウントと粘り。6球目、外の変化球振らない、ナイスフォアボール、ナイスつなぎです。そして打席には9番のライパチ。ストレート2球外れ、これで2ボール1ストライク。2-2と追い込まれ、ストレート、しかしコントロールに苦しんでいる様子。ここまでかなりの球を投げてきている相手ピッチャー、足がつる。ツーアウトフルカウントとなり、6球目、インコース渾身の1球、なんとかファウル。最後は外変化球外れ、これは振らない、繋いでツーアウト満塁。1番の順に打席が回ります。この試合唯一のチャンスかもしれない。しかしここで順に迷いが、前の2人がフォアボール、松川打って出るか。それに対してベンチの兄貴から、徳さんに闘魂を入れてもらい、いざ打席へ。ベンチの後押しをもらい 100% 打ちに行く順。狙い球は前のバッターに外れていたストレートはない。満塁で低めの変化もワンバンが怖い。打ちに行ってゴロになるのも嫌だ。追い込まれるまでは高めに浮いてくる変化球を狙っていこう、そんな考えで入る。果たして結果は、ピッチャーゴロー、チェンジ、得点ならず。高めの変化球を狙っていた順は間違っていませんでした。しかもそこに来た高めのカーブです。そう、カーブです。この試合初めて投げたカーブ。この状況で今まで投げていない変化球を選んでくるバッテリー、しびれます。狙った球に手を出すも捉えきれず、ピッチャーゴロ。1点が遠い。しかしそんなしびれる投手戦に終止符を打ったのは、ラストは感動の展開、後半はあそこか。兄貴が本を出しました。野球投手編成をかけた究極の一冊、ピッチャーもバッターも読む価値ありです。現在 Amazon で予約受付中。11月22日いい夫婦の日に発売です。さらに徳さんのバッティング編、守備編も現在発売中。野球人の成長の一助に。ライパチも本出したい。